どうかした？黒くて大きいもの？あ、黒点？黒点ってああ見えて地球よりも大きいんだよね。で、太陽活動の活発さの指標になる。黒くて大きいものが塀から塀へ？じゃあ猫？目の錯覚とか。え？うん。私も。え？まさかそんなの。チーターってどっちが正しいの？だって同じ動物でしょ？いや、別物ですよ。お兄ちゃん、見間違いでしょ？それか、寝ぼけたか。ああ、私もよく寝ぼけて歯磨き粉そのまま飲んじゃうことがあるよ。バナナ味の歯磨き粉だから関係ないです。エマちゃんは何味？味というか、私は普通ですよ。普通って それより早く行きましょう。遅刻になるわ。じゃ、行きましょう。それじゃあ私はここで。お兄ちゃん。お待たせ。Thank you.
ちゃん。そうね。よう。聞いたか？このクラスに転校生がやってくるんだってよ。それも女が。可愛いといいな。いや、マジで。なんで？冷静に夢がないな。しかし遅いな、亜鉛先生は。いつもは時間ぴったりのくせに。頑張りすぎの寝不足か。でもその転校生だけど、今更転校ってのもなんだか気の毒っていうか、受験とか面倒そうだよな。はい、静まれ静まれ。今日のホームルームでは、新しくクラスの一員となる転校生を紹介しよう。じゃあ神崎、自己紹介を頼むな。はじめまして、神崎千尋です。で、こっちが黒猫のサンデー。日曜日に拾ったからサンデーって言います。にゃん、皆さんどうかよろしく。じゃあ神崎の席はと。私そこの席がいいです。ああ、まあそこしか空いてる席がないしな。というかそこの彼と知り合いなんで近い方がいいかなって。うん、
まあともかく何かわからないことなどあったら国見に聞いてくれな。その猫を連れてきてもいいんだ。うん、特別に許可するって先生が言ってくれてよかったよ、姉さんで。
ありがとうです。それじゃあこの時間はホームルームだな。ねえねえ、なんかあの先生顔が妙にツヤツヤしてない？顔色良すぎるっていうか。まずは今学期の委員会を決めないとな。委員会？あ、京介くんやるの？じゃあ私もやろうかな。立候補者は黒板に書いてな。決まらなかった委員会については推薦で決めるぞ。だって面白そうだし、京介くんと同じところに入ることにしますです。よし、いいぞ。神崎と国見は一緒だ。感動した。